さあやっていきましょう、だしラジオ。今日はですね、免疫力って人の体ってあるじゃないですか。でそれにまあちなんで、もうすぐ風邪の季節ってやったりね、ちょっと前とかからあのインフルエンザが流行りだしてるかもみたいな噂をちらっと聞いたような気がするっていうのもあって、まあね、ちょっと免疫について免疫っていうかすごいピンポイントの話なんですよね。今日はあのアレルギーについて喋りたいなと思います。で、あの毎度おなじみのあのオープニングいきなり問いかけてくるパターンなんですけど、まあね、あの予想通り皆さんアレルギーはありますかないですか？ちなみに私はあります。でアレルギーなんですけど、なんかね、その子供の頃、ちっちゃい頃はなかったんですよ。で、中学生ぐらいの時からですかね、なんか急にアレルギーが出てくるようになりまして、で、そのアレルギーがですね、ちょっと残念なことに猫アレルギーがですねありましてですね。で、そうなんですよ、あのね、猫カフェとかね行きたいなーって。あのやっぱね、アレルギーはあるけどやっぱね、可愛いもんは可愛いんですよ。なんでね、あの画像とかあのムービーとかでしか、まあ極力ね見るのは避けた方がいいんですけど、どうしてもね猫とかはね可愛いなって思うんですけど、そのアレルギーが中学生ぐらいの時に出ちゃいました。で、あのなんか祖父母宅、まあおばあちゃん家ですね、に、猫がですね飼ってて、でなんかどんぐらいかな、なんか20歳ぐらいまで生きた猫めっちゃ長生きした猫がいたんですけど、で小学生の頃とかは全然問題なかったんですよ。で、中学に上がって、でまあ結構ね、そのおばあちゃん子っていうんですか、そので夏休みとか長期休暇のたびに、まあ、あの祖父母の家に行って、まあなんかするでもなくダラダラ過ごしてみたいなねあの持ち込んだあのゲームをね、相変わらずこいついつもゲームしてるわっていうぐらいねあのゲームをしたりみたいなね生活をしていたんですよ。で、そのなんかまあアレルギーが出た時もなんかまあ例のごとくね、まあ、いつも通りゲームとかして、でまあちょっとだけ夜更かしして寝ようかなって思ったら、なんか急になんていうんですか、すごい咳とかくしゃみとかが出てしまうなみたいな。でなんかおかしいぞこれってなって調べたら、まあ、猫アレルギーでしたみたいなのがありましたね。なんでアレルギーって結構なんか急に来るんですよね。で2年前ぐらいにも、別で来まして、で猫はまあね、そのちょっとくしゃみが出たりとか、まあね、呼吸がヒューヒュー言ってしまう、いわゆる、まあ、喘息系のアレルギーだったんですけど、食べ物にもアレルギーがちょっと急に出てしまいまして、で、それがまあパイナップルなんですよね。なんでなんかもし僕のことを始末しようと思ったら、もうパイナップルをね隠し味に入れて、で猫の毛布とかをね膝にかけさせるみたいな、ね、猫ちょっと待てよ、猫の毛布はあれですね、言っててちょっと想像したくないなっていうのがあるんですけど、猫の毛がね生え変わるタイプの猫の毛をすげえ集めて、それで編んだ毛布とかをね私に着せてパイナップルを食べさせれば完全に処理できるみたいな、ね、そういう弱点ができてしまったんですけど、その食べ物系のねアレルギーがまた怖いもんでして、いわゆるアナフィラキシーショックっていうんですか、なんか食べてすぐは何ともなかったんですけど、2時間後ぐらいからですね急にお腹が痛くなってきて、でなんかグエーってなってねで呼吸系とか、まあそのね、まあ、くしゃみとかそっちには出てこなかったんですけど、なんかそのジンマシンっていうんですか、そのねブツブツができてしまうみたいな、でそのまま救急車呼んでしまうみたいなねそういう事態に襲われたんですけど、なんかね
ちょっとそれまでそのしかもね個人的に好きだった猫と、あとはなんかねその日たまたまあのスーパーで買い物しててパイナップルのパックがあってこれもね僕パイナップル大好きで食べたいなーって思ってもうパックのやつをもう買って帰ってもう独り占めしたらもうこのざまですよみたいな、ね、感じで、でなんかよりによって個人的に好きなものばっかりがねアレルギーになるんでちょっとショックっていうのもあるんですけど、結構ねそのそれまで大丈夫やったものが急にアレルギーになるって怖いところがありますよねあーでそうなんですよ、何の話だっていう感じがするんですけど、であの幸いにしてでもあれなんですよ、私の場合は花粉症はね大丈夫なんですよねあのハウスダストとかホコリとかはダメなんで、できるだけねあんまり掃除せえへんくせにホコリはダメみたいなねそれ矛盾してねみたいな感じがあるんですけど、でまあ綺麗にしてればなんとかなるっていうとこなんですけど、花粉はねノーダメージなんですよどやーってでもあれなんですよね、なんか今そのアレルギーの治療とかも進んでるとかで、アレルギーの治療が進んでるのかな、なんかねそういうアレルギーをちょっとずつ弱めていったり、あとはなんかアレルギーの出ないタイプの猫が品種改良されてるだのなんだのっていう噂を聞いたんでね、もしかしたらそういう猫が誕生したらあのねもうついに猫を飼うムーポン猫を飼うをやってしまうかもしれないなみたいなね、そういうところもあるんです。でまあなんかどうしようかな、どういう締めにしようかなっていうところがあるんですけど、そのアレルギーなんですけど、なんかほんまに好きなもんであったりなんかもうねそういうものでも急に来たり来る時があって、でかつその症状もうすごい深刻な時とかもねあったりするんで、ちょっと皆さんも、もし何か心当たりがあったりする場合はもうすぐにね救急車呼んでください、ね、気をつけてくださいでは、本日のダシラジオ以上とさせていただきます。ありがとうございました。